今回窒息者は2名、スキュークリアが1名ということになっています。では3戦目、この戦いでリーチがかかっているのはコウさんと SKH さん、いずれも1位か2位に入れば、予選を通過できます。現在15ポイントで並んでいますこの2人。では、3戦目始めていきたいと思います。では皆さん、タイマー猿さんはスタートボタンに手をかけてください。では始めていきたいと思います。3、2、1、スタート。第3戦目スタートしました。まずは画面左下 1P 側の猿さんからスタート。さあタイマー大丈夫でしょうか。さあ今画面左上 1P 側 SKH さんもスタート。さあ先ほど疑惑の S3500 から、クリアをして6位に入っている。現在ポイントは若干低いがまだ可能性がないわけではない猿さん。さあカン君スタート。画面右下 1P 側、さあ SQR さん、コーリャンさんもスタート。さあ形が最初にスタートした2人が若干悪いか。さあどうだ。これでコウさんがスタート、全員スタート。トップは73でしたので先ほどよりも差は少ないか。さあ鳴ってるぞ。誰だ、大丈夫か。全員大丈夫ですね。さあサルさんが100を通過。さあ2番手は SKH さんも100を通過。さあ今回3番手はさあカン君が今100を通過。そして近いのは SQR さんかな、100通過が。さあ結構積み込んで、あ今、SQR さんが100を通過。さあメソさんも100を通過、ケンさんも100を通過、コーリャンさんもとっくに通過してて、最後のコウさんが100を通過。さあここは若干差が開いた。さあメソさんが若干高い位置だが防災引ければ大丈夫。さああと地形が高いのは SQR さん、カン君といったところ。アカン君はもう綺麗に回復しています。さあ若干危ないのは画面左上 1P SQR さん。さあカン君が200に突入。現在トップはサルさんが243。さあ全員200に入るのはいつか。 SQR さんも難を逃れている。さあメソさんも200を通過。さあこれで200を通過して、あ今コウさんが200を通過したので全員200を通過。トップは284でしたので差はほとんど詰まっていません。これはサルさんが好調なのか。サルさんが好調のようです。さあサルさん300突入、順調に飛ばしている。そして序盤からいまいち乗り切れないのが SKH さんだが、300突入がもうそろそろだ。さあ300突入。さあ画面左上 SKR さんが若干危ないぞ。棒が引けるか、引けるか。あー SKR さん窒息。さあ現在トップはサルさん306、約360。どうなる。さあ S ケンさん300突入。さあコウさん危ないぞ。大丈夫か、大丈夫。メソさんも300に突入している。さあ画面右下、左下カン君、ワンピガーのカン君が危機を迎えている。大丈夫か。さあ荒れてるぞ。第3戦、第3戦荒れてる。さあカン君生き残れるか。生きの、ああ棒引いた。これ
大丈夫。さあ、そうこうしてる間にトップのサルさんは420までレベルを進めている。さあ今 SK さんも入りました。400に入りました。そしてコーリアンさんも400に入った。カン君も400に入った。 S ケンも400に入ってる。これは速いぞ、ペースが速い。今コウさんも入った。これは差が劇的に詰まったぞ。さあ現在トップは467、そして、8位は420。さあ画面左上ワンピー側 SK さんが若干形が危ない。さあどうだ。さあ無事に20時を迎えられるか。さあ走行してる間にレベルストップあったものの、サルさんが500に突入。ああ、 SK さんが窒息。1位2位と来てたところでもったいない窒息だったが、さあ今カン君が500超え、現在2番手。さあ S ケン、そしてコーリャンの順番。 S ケンが順位をぐいぐい上げてきてる。コウさんも500突入、メソさんも500に突入している。これはどうだ。現在トップは555、詰まってるぞ。さあどうなる。現在トップと2位の差が10ないですね。カン君とサルさんの差が10ない。さあ600突入はどうなるか。さあまずサルさんが600に突入しそうだ。サルさんが600突入。さあカン君も600に突入。3番手S ケンが600に突入。コーリャンさんも600に突入。この4人は差が少ない。そして今コウさん600突入、そしてメソさんも今600に突入した。さあ現在トップは645ぐらいですね。差は間違いなく詰まってきています。これは900近辺で全員がもつれるというパターンになるかもしれません。さあどうだ。700台に突入してみないとこれは順位は分からない。先ほどまではカン君が猛追していたが、サルさんが差を広げつつある。さあ後ろからグイグイ刺しているのが S ケンだ。 S ケンが先に700台に突入。 S ケンが今トップに立った。そしてサルさんが 2番手。3番手は今カン君が700台に突入。さあ現在トップは S ケン、そして4番手にコーリャンさんが来て、5番手がコウさんだ。さあこれまた800台突入で、今メソさんも700台に突入して全員700台に突入。さあ現在トップは画面右上 2P 側 S ケンさん。さあだが他のみんなも詰めてるので順位が800台で変わる可能性もある。さあ誰が来る。800台に最初に飛び込むのは誰か。さあどうだ。 S ケンがそのまま周囲をキープできるか。 S ケン、 S ケンがまず800台に突入。そして2番手は誰だ。さあサルさんが800台に突入。コーリャンも800台に突入。そしてカン君も800台に突入。コウさんはもうすでに入ってる。コウさんが順位を上げている。さあどうなる。コウさんが2位、コウさんが2位以上に入ると、予選通過が決まる。現在トップは S ケンだが、 S ケンも若干苦戦している。さあどうなる。900台誰が最初に突入するか。さあわからないぞ、これは900台突入が誰になるか。さあ S ケンが今トップで突入。2番手は誰だ。
さあ、コーリャン、コーリャン、カン君、コウさんの形です。さあ、これはトップはトラブルがなければ S 系になりそうだ。ここからどうなるか。さあ、現在トップは S 系、2位がコーリャンさんという形になりますか。ほとんど2位以下は差がない。これはさあ、メソさんが窒息わからない、どこで窒息してるのか。もうさあ、誰だ、誰が1位で飛び込む。これはS剣がトップは濃厚か。さあ、大丈夫か。 S 剣が今 GM 1番手、2番手は誰だ、2番手誰だ。さあ、コウさんとカン君とコーリャンがほぼ同時、3名ほぼ同時に見えました。さあ、今サルさんも GM。 さあ、どうなったか。これはちょっと順位確定までしばらくお待ちください。さあ、どうだ。クリアタイム、2番手、かなり際どい戦いだった。